赤月照子は昭和20年代に活躍した日本の歌手、女優である。愛称はテリー、東京、浅草生まれ、SSK 出身。1933年、子役でデビュー。1939年、循環部となり、並木道子らと4人のジョリーシスターズで活躍。1941年、古川六波一座に入団。東方 小畜の舞台でも活躍。戦後は、アーニーパイル劇場専属となり、外国人兵から、テリーと愛称で呼ばれ、人気を博した。1948年、ダイと契約し、春らんまん、たぬき祭りで映画デビュー。1949年、テルコからテルコに改名。1949年2月、ビクターレコード専属となり、南の恋歌。 これがブギュウギュでデビュー。これを作曲した村雨正雄はハットリ良一のペンネームである。1951年発売のミネソタの卵売り東京就社員ボーイは代表的ヒット曲になった。またダンスで鍛えたプロポーションと底抜けの明るさでミュージカルコメディをはじめとする劇映画でも活躍。1957年からは NHK の ジェスチャーに出演するなど、テレビでも人気を博した。1958年、胸を患い事実上の引退となる。1962年7月20日、心臓麻痺により、中野区江ゴ大4丁目の自宅で死去。41歳暴つ。元夫は、元アメリカ陸軍将校で、サンフランシスコジャイアンツ極東スカウトを務めた原田恒夫。百四十七年に結婚し、 1958年に離婚した。ありがとうございます。